防衛医科大学人工血液を開発救急救命医療に革命防衛医科大学などの研究グループが常温で1年以上保存可能で血液型を問わず使用できる人工血液を開発いたしました防衛医科大によればこの人工血液は止血ナノ粒子血小板代替物と酸素運搬ナノ粒子赤血球代替物によって構成されております この人間の血液を保存して使用しようといたしますと、保存期間が短かったり、保存に手間がかかるなどの問題があるんですが、えー、例えば血小板の場合は4日、赤血球の場合は20日程度しか保存できません。しかし、この人工血液であれば、1年以上常温で保存ができますので、今後、 この人工血液が使用できるようになれば、救急救命医療に革命が起きるものと思われます。例えば、人工血液を救急車に搭載して、救急救命士が点滴を行うように、人工血液を輸血できるようになれば、多くの命が救えるようになるのではないでしょうか。研究グループには今後、大量に安く生産できるように、 研究を進めていただき、また、この人口血液を他国が悪用することがないように、情報漏えい対策などを徹底していただくようお願いいたします。以上になります。ご静聴いただきありがとうございました。